マシュー・インマン・ザ・オート・ミールはアメリカ合衆国シアトル在住のマシュー・インマンが運営するコミックウェブサイトである。ウェブサイトはインマンによって描かれたコミックが主体となっているがコミック付きのエッセイなどを掲載することもある。1ヶ月間の訪問者数はおよそ460万ページビューは2000万ビューにも及ぶ。ニューヨーク・タイムズのベストセラー作家である。13歳でプログラミングを始める。 幼少時代は内気で学校では滅多に話さない少年であった。高校卒業後と同時にアイバホ州からワシントン州シアトルへ移りプログラマーとして仕事を始める。マーケティング会社にてウェブデザイン、ウェブ開発、ウェブマーケティングを一挙に担い仕事をする傍ら、2007年に66.5時間という速さでオンラインデートサービスサイトを設立したことをきっかけに、 独立。同サイトの宣伝にクイズやコミックを作成していたことが現在のザ・オートミールの原点となる。影響を受けたコミックアーティストはゲイリー・ラーソンである。本人曰く食品であるオートミールは好きではなくウェブサイト名の由来ではないとのこと。子供の頃ビデオゲームクエイクをプレイする際に使用していたニックネームがオートミールだったことが由来している。 ザ・オート・ミールにおけるコミックはすべてインマンによって描かれ、コミックの元となっている情報も本人がリサーチしたものである。コミックの内容はゾンビから、英語の文法についてなど幅広く、コーヒーについて知っておくべき15のこと、猫があなたを殺そうとしてる、サイン、イルカにパンチを食らわすべき5つの理由、猫 VS インターネット、ツイッターでつぶやくべきではない10のポイントなどがある。 日本でもギズモード等のインターネットや IT 関係のニュースでは、インマンのコミックがよく取り上げられる。2010年6月28日、タイム氏の2010年ベストブログに選ばれている。2011年3月1日に、オベリー、グッドリーズンズ2パンチ、エードルフィン・イン・ザ・マウスという題名で、彼のコミック本が出版され、ニューヨークタイムズのベストセラーに選ばれているほか、 現在 a m a z o n .com でもベストセラー入りしている。出版社はカルビンとホップス、ディルバートなどを出版しているアンドリュース・マクリール、パブリッシングである。日本でもイルカをボコる5つの理由としてインプレスジャパンから出版されている。なお、推薦文はデイブ・スペクターが書いている。2012年10月に、ハウ・ツー・テル・イフ・ウワ・キャット・イズ。 プロッティングツーキルユーという猫の実を扱ったコミック本を前作と同社から出版。出版初日にアマゾンのベストセラーの1位となり、またニューヨークタイムズベストセラー1位となる。2013年2月現在で45万部を売り上げ、17週連続ニューヨークタイムズのベストセラーリスト入りをしている。AB エピソード4マーチ31-2010 ラストコールウィズカーソンダリー、エド・マーチ31、2010、ザ・オートミール、ヒーズ、エーセリアル・キラー。ブランド、エックス・ザ、ロサンゼルスタイムズ、2010年6月22日、閲覧。レイティ・ドットマシューホームペザ・オア・ミール、リリーブ・ド・ジュン27、2010、ベスト・ブロックス・オブ2010、タイム、コム・ベスト・ブロックス・オブ2010、ザ、 ニューヨークタイムズベストセラーズハット・ザ・ステート・オブ・ザ・オート・ミールありがとうございます。